次健二さんです。悪いところね、何があるかな。あんまないな。あんまないな。素晴らしい。あのね、うん、ちょっと仕事関連になるんだけど、はいはい、タイの、うん、職場や職場と仕事、うん、会社には基本的に病欠というものがあります、はい、うん、病欠っていうのはその、要は有給休暇として扱われる病気休暇というものが年間で30日認められてるんだけど、それを病気じゃないタイミングでゴリゴリに使ってくるっていう。あれってことですか？仮病ってことですか？うん、ちょっと眠かったりとかちょっと頭痛い、ちょっと頭痛いで半日、特にね、給料日後のね、月曜日でね、給料日後の月曜日休む人多いかもしれない。使用率高め。確かに確かに。しかも朝いきなり電話してきて、ちょっと頭痛いんで午後からにしていいですかとか。ほんまに頭痛いのかもしれんけど、ちょっと数多いなって思うから、絶対お前ら昨日ゴリゴリ飲んでたやろってなるほど。そうそう、それを使っているっていうのはなんかそうなんだって感じ。なるほどなるほど。使い切ろうとする。はい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 。悪いところパッと出てきへんの。そうね、ええー、ところめっちゃ出てくる。予定がコロコロ変わる。日本人もそういう、何かを決めたらじゃあもうそれをやるみたいな。そうですね。でも逆に言えばその準備しておいたことが無駄にならずに進みますよ ね、 そうだね、日本だとね、タイでは結構なーなーなんとかって言ったからこれ準備したのにとかあーそれよ、予定変わるんだったら私あれ行けたのにとか、あっていうのがちょっとまああるかな。この前一つあったのが、どこどこ行こうねって、ほんま友達に言ってて、2週間前ぐらいかな、OK ってなってて、俺もそのつもりで結構直前だけど、結構直前になって、あ、その日あの京都の方に行くことになったからみたいな、あ、そうなんだみたいなあれ俺と遊びに行くって言ってたのどうなったのみたいなはいはい、はいあれみたいな。うん、いやありますねそれね。そう、だから次の日の何時集合ねみたいなのに変わって、なんかこれはどうなんだろうって日本人ではなかなかなかった経験だなってそう、やっぱり怒られますね日本だったらね事前の例えば2週間前とか3週間前の、予定立てたことは結構直前とかになってマジでちゃんともう一回確認せんと、本当変わってるからあかん、めちゃめちゃ分かる。
通になんかその時の感じでええよって言ってるけど、うん、実はそんなになんかその時のええよはマジで行くでじゃなくて、なんかとりあえず言っとくみたいな感じはちょっとねある気がする。ある気がする、うん、ありますね、うん、なるほどね。だからこっちも当てにしすぎない方がいいですね。そうそうそう、まあ、そういうことやね。なんていうか、うん、5にいれば5にしたぐらいで、うんうんうん、まあ、そういうやり方がね、あのタイの中で普通なんだったら我々がそっちに、それに合わせる合わせるっていう、慣れないよね。はい、いかな。出てこないってことはいいことだね。確かにね、うん、タイが素敵な国というか、だけど、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。ああ、これはね、この前も感じたことなんだけど、どうぞどうぞ。高速道路の運転が、はい、とにかく怖い。ああ、なるほど。グイグイ飛ばす。なるほど。150キロ、160キロ当たり前に行く。はい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 。で、なんかこう、ピャンピャン、ピャンピャン。ピャンピャン。たまにちょっとカーブミラーぶつけてるみたいな。ファンファン行くみたいな。はいはい。で、結構怖い。これはそれは事故った時に、あ、これは死ぬ速度やなって思うし、いや、これ危ないからもうちょっとみたいなことを言っても一切聞き入れずにゴリゴリ行くみたいな、うん、運転は確かに荒い、うん、もうあの運転免許制度みたいなのも全然違いますもんね、日本。そう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 、結構イージーに取れるというか、なんかどうやって勉強したって聞いたら、うん、なんか、うん、なんか友達に教えてもらったとか、そう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 、えみたいな。その運転免許をもらうために、うん、試験場みたいなところあるのかな、うん、運転免許センターみたいなところに行くのに運転していくっていう。それは免許もらいに運転で行くっていう。それは面白い。タイっぽいね。なので僕の3つ目は運転が荒いでございます。あの、まあ、免許制度のことも含めて、うん、とにかく日本人から見るとタイ人の運転は本当に怖い。確かに運転中にすげえイライラする、タイ人が。あ、そうなんですか。渋滞にはまった時とかの、うんうん、はぁっていう感じの不思議ですね。割とこう何でもいいよとか急がない感じのタイ人なのに、うん、運転ではせっかちっていうのか。なんか運転ではせっかち、出ないのがいいことだ。これでいや、これもあれもってなると、いやいや、どんだけ嫌いやねんってなるけど出てこないのがいいことや。出てこないのがいいこと。お腹いっぱいで頭がちょっと待って違う、胃の方に、胃の方に行ってる。あ、そうだな、そうだな、そうだな。あ、おお。いいことでもあるんですけど、お、なんだ。まずいいように言えば、うん、家族愛が強い。はいはいはい。すごい家族大事にするじゃないですか。うんうんうん、でも、うん、ちょっと悪い部分で言えば、うん、親離れ子離れができてない人が、はい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 、できてないとか遅いというか、まあ、はいはい、人が多いのかなって思いました。わかる。これでもいい悪いな、難しいな。それを悪いと捉えるかどうかわかんないけど、そうですね、ちょっと悪いっていう言い方はあまりしたくないけど、日本人から見たら、うん、あ、まだ親離れしてないんだねって思う。そう、そう、例えばもう社会人として自分でこうお金を稼げるようになって、うん、まあ、それそのお金で自分のこう生活を、ね、うんうんうん、維持していくっていうのは一つの大人になった基準だと思うんですけど、うんうんうん、そういう年齢になっても、うん、お母さんが言うからダメとか、あー、あるわ、それ自分で決めたらいいんじゃないみたいな思うことがあったり、あと、もう離れて住んでても毎日のように連絡を取る、はいはいはい、まあ、それは別に悪いと言ってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、その連絡取らないと親が怒るとか、うん、そうだね。日本人のっていうか俺の感覚的には密に連絡は取らん。私もそんなに取らないし、まあ LINE とかはちょっとするけど、まあ、するけど、でもこの自分のその何て言うんですか、このキロの人生のキロのこの気
ここを決めないといけないみたいな時に、うんうんうん、もう親には相談しないかなって自分で決めるし、うん、ですよね。毎日会ったことを電話では報告はしない。うん、うん、愛が深いのは分かりますけど、ね、家族のその結びつきが日本より深い、うん、本当にそう、うんうん、長期休みに必ず実家に帰るとか、うんうん、すごいよなあれ。すごい。俺やったら絶対旅行行くわ。なんか私も家族は大事だけど、まあ、また違うこうね、うん、あの感覚というか ね、 感覚ですね。彼女が病気だから会社休んで彼女の面倒見ますとかさ。あ、病気ってそのあれやで、なんかめっちゃ重い病気とかじゃなくて、うんうん、熱あるとかさ、うん、ちょっと風邪ひいたとか、うん、なんかよく考えたら、うん、確かに大事な人のそばに居続けてあげることってめっちゃ大事やからさ、うん、あ、そうかっていうのをタイに行ってちょっと経ってから気づいたけど、はいはい、初めの方は、え、彼女の風邪で会社休むのみたいな、マジでみたいな、うん、でも優しさは伝わりますよね。こうしてあげようという気持ちは嬉しいけど、うんうんうん、でも日本もタイも本当にいいところも、うん、そう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 、あと、ね、どっちがいいとかは全然ないし、うん、はい、違うっていうだけ、ね、そう、違うっていうだけだからね、うんうん、それをちゃんとこう伝え合って理解しようとする姿勢が大事です ね、 そうですね、どっちもね。いいと思った方、チャンネル登録、ライクとシェア、コメント等々よろしくお願いします。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。